お疲れ様です。一緒にちょっときついメニューを頑張っていきましょう。お疲れ様です。一緒に筋トレ頑張りましょう。まずはしゃがんでからプランクのポーズをしていきます。肩の下まで手を持っていきましょう。肩幅に足を開いて行います。腹筋を使って体を支えましょう。戻る時もしっかり体幹を使います。さあ頑張って。次はツイストランジです。足を引いた時にお腹をひねりましょう。ねじった時にしっかり息を吐きましょう。自分のペースで大丈夫。膝がつま先よりも前に出ないように注意しましょう。内ももや太ももの引き締めに効果的です。さあ頑張りましょう。バランスを取りながら頑張りましょう。自分のペースで大丈夫です。次はスクワットをして足先をタッチします。深く腰を落としましょう。肩幅より少し広めに足を広げて、つま先は少し外側を向けましょう。この時も膝がつま先よりも前に出ないように気をつけます。今までの動きを繰り返していきます。後半も頑張りましょう。
ークで終わりです。頑張りましょう。ラストです。一緒に頑張りましょう。腕は斜め45度くらいに上げます。この時反り腰にならないようにお腹にしっかり力を入れてスクワットをします。お尻と内ももを意識して、膝が外に開きすぎないように注意しましょう。最後です。頑張って。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。30秒間の休憩です。お疲れ様です。きつかったね。やばいね。でもね、ここからはもう短い種目の連続ですから、ふう、しっかり水分補給をしていきましょう。この後の、一番しんどいところがね終わったんで、この後は2分とか3分とかのねトレーニングになるんで、みんなで頑張ろう。お疲れ様です。一緒に短時間で腹筋頑張りましょう。
りたい方は水分取ってくださいで、この後はですね、腹筋をやった後は背筋も一緒にやっていこうということでね、バランスよく鍛えるためにね、背筋もやっていきます。短い時間なんでね、みんな頑張ろう。お疲れ様です。一緒に背中と二の腕を鍛えていきましょう。
体を鍛えていきましょう。じゃあお疲れ様でした。また